クルニー会は909年、内史910年に、アキテーヌ工業務一世が創設した、ベネディクト会系のクルニー修道院を頂点とした、修道会。クルニー修道院は、フランスブルゴーニュ地方の修道院だが、クルニー会は、ロマンス語圏を中心に、生俗領会から支持され広まった。クルニー修道院の創建検証では、を歌っており、 世俗権力や地方協会権力及び、在族修道院長らによる支配にさらされることなく、自立とベネディクト規律の強化を志した。クリニー会は、ベネディクト会律を厳粛に守るとともに、農民への布教や、貧民救済を行った。クリニー会の思考は、生族領海の有力者から強く支持され、有力者が所有する私有修道院の寄進が行われた。 その結果、937年まで27の修道院を管轄下に置くこととなった。クルニー会は、その組織構造を厳密なヒエラルキーの形状にした。クルニー修道院を頂点として、親修道院と子修道院の上下関係を厳しく定めた。その後も、ブルゴーニュをはじめプロヴァンス、オーベルニュ、スペイン、イタリアといったロマンス語地域に広がり、 また、イギリスにも至り、それと共に古修道院、孫修道院の数が増加。994年には37、1048年には65と増加し、12世紀から14世紀にかけては1000以上もの修道院を管轄下に置く一大会派として流星を極めた。また影響を及ぼした修道院は3000になったと言われている。それにより、頂点たる クリュニー修道院に富と権力が集中し、荘厳なミサの挙行を行ったり、当時として比類なき大きさの大聖堂を建築したりした。しかしその豪華で贅沢な生活は時として反発を生み、ペトルス・ダミアにはクリュニー派修道院を脱し、また分離した一部が市東会を新たに組織したりした。また、ドイツ地域に関しては、ゴルツェ修道院を中心として同時代に進んだ。 ロレーヌ修道院改革の影響もあって直接的なクルニーの影響はさほど及ばなかった。教皇ウルバヌス2世はクルニー修道院長を務めた人物であった。またグレゴリウス7世はクルニー会から直接的あるいは間接的に影響を受けたとされる。首都会やフランシスコ会、ドミニコ会などの修道院生活刷新運動の影響でクルニー会は調略をはじめ、 フランス革命に際して、クルニー修道院が破壊されることとなった。ちなみに、アジ以上に、価格でも有名な、ブルゴーニュの赤ワインであるロマネコンティの畑は、クルニー会派の修道院が開墾したのが始まりであり、16世紀まで同修道院の所有であった。また、もう一つのモンナッシェと称される、マコン村の白ワインの畑もクルニー会派の修道院が開墾したものである。 ありがとうございます。